はい、夢です。こんにちは。どうぞ。もう今日は2022年の6月の10日ですね。今日僕はこちらの東京ディズニーランドの方に来てます。6月になってね、フードメニューまた新しくなりましたので、今日はね、食レポの収録、はい、こちらメインに行きました。あとね、パークの混雑状況なんかもね、チェックしたいと思います。はい、それでは行ってきます。はい、ランドの方入り口落ち着いてますね。でね、今日僕ね、10時到着で、入り口はゆったりしてますね。あとあれは10時半の人たちがちょっと列作ってますね。はい、じゃあそれではインパーク、はい、行ってきます。はい、インしました。東京地方は、ね、6月に梅雨入ったんですけども、どうかな、雨心配だったんですけども、今日はいい天気ですね。まあでもこの後ね、ゲリラ豪雨とかあるかもしれないからね。でね、このエントランスのあたり、キャラクターグリーティング復活したんですよね。で、ドナルドとかグーフィーとか来るんですけども、実はまだね、会えてません。あとはこのエントグリね、ここもね、ミッキーミニー交互に来るんですよね。ここも実は抽選当たってません。なので、いつもこの抽選忘れちゃうので、今日は忘れないように抽選したいと思います。はい、じゃあね、先着ですよね。あのマウスビートとあのフォレストシアターが先着なので、ちょっと列の並びぐらい気になりますよね。その辺まずはチェックしたいと思います。行ってきます。はい、トモロー来てみました。モンスターズインク結構並んでるね。で、マウスビート行きますか。あ、そうだ、あれだ、バスライトイヤーのディスプレイ、コスミックエンカウンターでバスライトイヤーのディスプレイがあるんだよね。ちょっと見てみます。はい、まず人間バージョンです。こちら人間バージョンというよりも、もともとこういう SF 映画があって、これをおもちゃにしたのがあのトイストーリーのバズってことなんですよね。なので、もともとこういう、まあ、モデルがあったってことですよね。なんで我々おもちゃから知ってんだけども、あのトイストーリーの世界の中では、こういう人間のバズライトイヤーっていう物語があったっていう、そういうことですよね。はい、マウスビート来ましたよ。今日暑いよね。もう日傘の花が咲いてます。満開です。日傘の花がほぼ満開。すげえな、これは何ぐらいなの。でも全然だね。ショーベースにキャパ考えたら全然、とにかく見たいってだけだったら全然まだまだ余裕ですね。会場入れるのが11時20分頃とのことで、うん、今ね、傘開いてみんな余裕持って並んでるので、意外とね、人は少ないと僕は思いますね、これだったら。はい、マウスビートはやっぱり、ね、写真撮れるので、やっぱりあとでミッキーかっこいいから、やっぱりね、熱心な撮りたいっていうね、やっぱ撮り鉄ならぬ、なんていうの、撮りオタっていうんですか、やっぱね、撮りたい人がやっぱ多いので、やっぱりフォレストシアターと比べたらやっぱりね、熱が高い、待ってる人が多い気がする。で、フォレストは撮影禁止なんで、そんなにいない気がするな。一応見てくるね。はい、フォレストシアター来ました。なんかやら人多いな、なんだこれ。いやー、ビジター中スタンバイが結構人多いですね。えぐいですね。来ました、フォレスト先着。はい、まあそこにゲートキーパーのキャストがいて、もうがっつりとここからもう、はい、人数カウントされちゃいました。ちょっと見ていきます。おー、なるほどね。思ったより並んでる。もっと並んでないと思った。はい、今だいたいこのぐらいですね。パッと見100人ぐらい並んでるっぽいです。はい、ビジネスで来ましたよ。スタンバイ60分待ちですね。いやー、あ、ちょっとね、プライオリティアクセスの看板取ってきます。はい、プレミアクセス始まりましたよね。どんなもんなのかな、利用者ね。見た感じ空いてますね。そんなに利用者いませんね。はい、ビジネス60分待ち。すげー並んでます。すげーです。これでも旧エリア古いに使い切ってない気がするね、多分。はい、最後尾こちらですね。60分待ちです。結構並ぶね。てか人がすごい、ゲストの量がすごい。はい、ガストンレストラン来ました。なんとガストンレストラン、プライオリティシーティングの予約がなくなりまして、すべて先着で普通に予約なしで利用できるようになりましたね。やりました。よかったよかった。やっと正常の運営戻りました。はい、なのでね、こちらのね、あの惣菜パンをですね、お手軽に食べ歩きでマンハンドでパクッと
行けると思ったんですよ。いやそうなんですけどね、そうなんですけども、はい、こちらですね、はい、どのメニューも単品750円というね、全然お手軽じゃないっていうですねちょっとやっぱお互いに強気の設定なんですよね。なので食べ歩きのワンハンドのね、食べ歩きのお手軽フードとは言い難い、ちょっとお高いですよねやっぱね。なんですけどもね、予約なしで利用できるのは良かったですね。はい、トモローのビッグポップ来ました。ポップコーン専門店ですけども、こちらもプライオリティシーティングの予約が今まで必要でしたが、こちらなしになりました。先着になりました。でもね、列がすごい、先着した途端やっぱ列がすごくなってきた。やっぱね、ポップコーン専門店ということでね、やっぱりね、フレーバーが3種類あるのかな、だからやっぱ人気ですよね。並んでます。はい、ビッグポップ最後尾がもうこちらベイマックスまで行きそうですね。はい、ここで折り返してます。はい、ベイマックス空いてます、パッと見ね。でもね、今アプリで時間見たら35分待ちですね。結構並んでます。はい、ベイマックスは何度も言う通り夜が楽しいので夜おすすめします。はい、また来ます。はい、スージーパーラーがグリいました。おー、ここでやるんだね。ピノキオの前はここでやってたのね。そう、ここね、ファンタジーランドなんだよね。床の色が違うよね。昔トモローだったんだけど、今ここはファンタジーランドです。はい、紫パーラーですね。水色数字ですね。あとフェアリーゴッドマザーいますね。3人います。パーラーだ、パーラーだよね、パーラー。あー、かわいい。シンデレラ、シンデレラいる、シンデレラ、シンデレラは仕事中かな、お仕事中。あー、そうなんだ。あー、大変だね、頑張ってね、ありがとう。はい、スージーですね。はい、ゴッドマザー、お顔が変わった。マザーは、はい、ちょっとお顔が変わりましたね。またメイク変わりました。はいはい、ゴッドマザーね。はい、ハニーハント来ました。いや、なんか混んで見えるね。ベビーカーすげーしさ。今何分待ち？今ね、35分待ちですね。まあまあ、うん、まあそんな混んではいないか。スモールいました、スモール。ベビーカーすげー、今日ファミリー多いんだね。学生少なめです。まあね、ちょっと前は春休みやったけど、もう今6月なんでね、1学期の中間試験とかね、あるんだろうから、学生は少ないですよね。制服のやっぱり JK とかね、そういう男の子女の子、学生さんがやっぱ今日少ないですよね。その分家族が多い感じです。はい、ハングリーベア来ましたよ。そうです、今日の食レポハングリーベア行こうって決めてました。ハングリーベアはね、これね、辛くするあのホットソース、ハリッサソースだっけな。はい、こちらがですね、6月から追加購入できるようになって、めっちゃ辛いそうですね。もういつもね、カレー自分で作るときもね、辛くしてるんで、はい、これを楽しみにしてました。じゃあ今から食レポ行ってきます。はい、カレー行ってきました。うまかったな。いや、これ辛くてほんとおすすめですね。詳しくはちょっと食レポ動画ぜひ見てほしいですね。うまかった、辛いの好きなら超おすすめです。はい、次行きます。はい、ビッグサンダーマウンテン、今日誰も並んでないわと思ったら、なんとリハブでお休みでしたね。はい、これから夏の繁忙期前に向けてですね、メンテナンスなんでしょうね。あれ、まあ、はい、この代わりなんかお花が綺麗に咲いてますね。そうそう、サボテンの花が夏なんで、そろそろ咲く頃ですね。今つぼみがちょっとありますね。これいいですか、サボテンにですね、このようにこれ花がつぼみですね。これはね、夜になると咲くんですよね。サボテンの花は夜咲く。夜のね、8時半ぐらいから9時ぐらいにかけて夏になると咲いてますね。で、何回かこれ写真撮ってますんで、よかったらそっちの方の動画見てください。はい、次行きます。はい、ウッドチャック来ましたよ。こちらでコロナーズ限定のドリンクメニューがあるんで行きました。あとスーベニアだ、スイスイサマーのスーベニアもあるんですよね。行ってきます。はい、買ってきましたよ。すごいわこれ、凝ってる。なんか上にハーブっぽいもの乗ってるし、
スライスライム乗ってて、色合いもすごいグラデーションで、この泡、これは描いてある泡とね、中の泡がリンクしてんの、わかる？これ、あ、違うな、ごめん、これ泡描いてないわ、こういう風に初めからついてんだ。すごいね、これ、なかなかこのトロピカルというか涼しげないい感じにこれなってるね。すごい、これ開発力高い、よく考えたな、すごいわ。いただきます。よくかき混ぜろって言われた。かき混ぜるとこの色合いが消えちゃうの、このもったいないよね。どうなんだろう。あ、すごい、ライム、レモンとライムだ、すごい、すごいさっぱりしてる、美味しい。今ですね、園内高温注意の放送流れました。このね、高温注意っていう放送を聞くとね、この灼熱のディズニーだなっていう感じがするのは、これ僕だけですかね、すいません。そうですか、はい、おめえだけだって感じですか。そうですか。いやー、いよいよこの放送が流れる時期になりましたね。暑いです。はい、今12時ですね。でね、マウスビートは間に合わないので、フォレストシアターもしかしたら間に合うかもしれないな。ちょっと行ってみようかな。ちょっと行ってみます。はい、白前来ました。白前はね、やっぱ暑いので、ちょっとね、座り込み系の写真撮る人はほとんどいないですね。そもそも学生がほとんどいない。制服の JK とかほとんどいませんね。少しいるぐらいですね。暑い。はい、フォレストシアター来ました。まだ行けんのかな。あー、いやー、でも今行けてももう2階の端っことか微妙なとこだったら、これ見送って次の抽選かけてもいいかもしれないな。でもな、外れたらもう見れないもんね。やっぱ行けるなら行くか。やっぱ行こう。行けそうだったら行く。あ、終わってるっぽい。ちょっと待って、さすがに間に合わないかな。聞いてみよう。どうだ。残念、タッチの差で終了でした。まあ終了は終了でしゃあねえな。じゃあ抽選します。はい、まずですね、今日ドリミはちょっと今日はいいので、4時半、16時半のうさたまは絶対見たいなので、それ以外うさたまを避けるようにして抽選やりますね。まずエントグリ、エントグリまだいけるな。よし、やってみようか。いきます。さあ来い、エントグリ来い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 。あー、外れ。まあそうだよな、こんなかなか当たらない、仕方ない。じゃあショーいきます。ジャンボリミッキー、これ当てたい。あのお姉さんに会いたい。旦那さん、お姉さんに会いたい。行きます。いない。さあ来い、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 さあ来い。やったー、お姉さんに会える。しかも真ん中ブロック12の端っこ、やったぜ。これ通路抜けがいいから見やすいかもしんねえな。やりました。よっしゃー、オッケー、俺来たー。じゃあね、フォレストシアターはこれだね。2回目はジャンボリミッキーが立ってるのでかぶる。で、3回目、16時15分。これは、4回目か。これは、うさたまとかぶるのでダメなんで、これですね。はい、こちら行きまーす。これね、マウスビートとこれとどっちか当てたい。行きます。はい。さあ来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い。どうだ。ダメだった、しゃあない。じゃあ今日はもう入れないね。じゃあマウスビートラスカイ、これだな。はい、これ、これはうさたまが16時半なんで、うさたまが終わってすぐ行けば間に合うと。ああ、間に合わないかな。はい、じゃあマウスビートですね、ちょっとこれうさたまと若干被る気がしなくもないですけど、多分うさたま見てすぐ行けば多分ギリ間に合うと思うので、これにします。行きます。さあ来い、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 さあ来い。やった、当たった。愛の2、あ、すげえ、アリーナ2番目だ。あのかぶりつきのアリーナ、やった。しかも8ってほぼ真ん中ぐらいじゃない。やべえ、すげえとか当たったよ。マジか、ちょっとやべえ、緊張してきた。やったぜ。はい、じゃあこれ当たり、やったやった、いきます。はい、やったぜ。なので今日はこれ2時からドレミ見て、それからドレミの後にもうすぐジャンボリミッキー行って、ジャンボリミッキー終わった後にうさたま見て、うさたま見てからマウスビートで締めと。いい流れですね。ということは今のうちにやりたいことやっておくか。
ドレミまでの間にやりたことやっておきますね。右下だ、ちょっと右下のちょっと並び状況見てみようか。右下35分、35なら行くか、行っちゃいます。じゃあ右下行ってきます。右になってくるぜ、夏服だ。はい、右下来ましたよ。右下なんと40分になってましたね。40分だ、40分でも行く。行ってきます、行きます、行ってきます。やったぜ、夏服見に会える。去年夏服はね、2回か3回しか会えなかったんですよね。楽しみです。あー、みーちゃんこんにちは。わー、久しぶり。夏服初めて見た、かわいいね。え、どこが一番見てほしいとこ、チャームポイントどこ、どこ。あ、帽子、あ、リボン、あ、後ろもすごい、後ろもかわいいんだね。あ、リボン、帽子のリボンがあって腰のリボンがある。へえ、あとお花かわいい。やばいねこれ、やば、ちょっともうド緊張。じゃあね、1枚ピンでちょっとかわいいの取らして。僕ガチ勢なんで、ちょっとすごいの持ってきたよ。ちょっと引かないで。ありがとうね、また会いに来るね。ありがとう、かわいかった、またね、バイバイ。あー、ハートくれた、ありがとう、ありがとうございます。はい、右下取れました、こんな感じ。いや、めっちゃ今回も綺麗に撮れた、やったぜ。でね、めちゃくちゃいい右だった。なんか物腰が柔らかいっていうかね、なんかムービーでもね、チャームポイント教えてったらくるっと回ってくれたりね。あとなんか撮るときにまた例の俺銃器材ね、カメラの上につけるすげえストロボ、あれ持ってたんだけど、みーちゃんそんなにドン引きしてなかったしね。あと撮り終わった後もなんか投げ中とかね、目にこうハートのね、ハートのビーム、目からビーム、目からハートのビームやってくれたりとかね、めっちゃ可愛かった。やべえ、30分コスパいい、30分でこんな可愛いミニ会えるならもう一回行くわってこれなるね、これ。いやー、どうしようかな、2回か。でもなんかね、グリはね、実は俺何回かループしてちょっとそういう動画上げてますけど、原則やっぱ1日1回、1日インパークにつき、よっぽどことなければまあ1回っていう風に、一応実はそういうルールは昔から年発時代はそれで設けてたので、まあ今日はまああれかな、また余裕があったって感じかな。よかった、やっぱこれループしたくなるね、通いたくなるね。よかったです。じゃあ次行きます。はい、今日14時からドリームイベ始まります。でドリームイベ来るんですけども、トモローで今こんだけ今ゲストいるんですよね。結構みんな待ってますよね。ってことはプラザとかファンタジーランドはもっといるってことですよね。なかなかゲストいっぱいやっぱ多いですね、だんだん増えてきた。じゃあちょっとね、プラザとかファンタジーランド、ちょっとパレードルートのゲストの埋まり具合ね、どんなもんかちょっと見ていきますね。パレードルート見てると、過度なソーシャルディスタンスはなくなった感じがしますね。かといってね、コロナ前のね、ギチギチでもないですね。ちょっと余裕がある感じかな。でもこのぐらいがいいですよね。ファーストナルエリアがある程度あった方がいいと思うので、はい、なんでまあコロナ前の過剰なソーシャルディスタンスではないですね。はい、今クリパレ前です。パレードルート、はい、やっぱりねコロナ前にほぼ戻ってますね。若干先頭はですね、やっぱり昔よりもパーソナルエリアゾーンがですね、やっぱ若干皆さん広めって感じですよね。間隔若干広めで、前後の列も若干広めですね。まあこのぐらいがいいかな、やっぱな。はい、なのでまあコロナ前ほどではないんですが、一時期の過剰なソーシャルディスタンスよりかはやっぱ狭いですね。はい、もうすぐパレード行きます。はい、プラザパビリオンバンドスタンドの、はい、グリー、今なんとスノーファイトの王子だけっていう珍しいですね。王子ピンでグリやってます。王子ピン微妙だよな、男だときついよね。やっぱ女の子キャラだとさ、女子同士可愛いし、やっぱおっさんおっさんでやっぱ嬉しいじゃない。まあイケメンももちろん嬉しいんだけどさ、なんか分かる言いたいこと難しいねこれね。はい、ちょっとね、女の子キャラ来たら会いに行きたいと思います。先着なんでね、抽選ではないんでね。はい、ちょっとまたキャラ見て行きたいと思います。あー、ミッキー来たー。おーミッキー、俺を見ている。おーおーミッキー、かっこいい。
はい、グーフィー来たよ、グーフィー来た、グーフィー来た、グーフィー寝るな、グーフィー起きて、グーフィー起きて、はい起きた、おーい、ダメだ寝て寝てちゃ、はい、そう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 、はい、みんな見てるよ、やっちゃった、はい、はいはい、はい、アリス来た、やっぱアリス、夏服かわいいよね、うん、やっぱ半袖がかわいい、はい、アリス、はい、ミノキオ来たよ、ミノキオ元気いっぱい、あれ、音の先生だ、はい、そうそう、モンキー元気出して、そうそうそう、元気元気ね、はい、ミニー来たよ、はい、ミニー、かわいい、はい、プリンセスフロート来たよ、プリンセス目線くれっかな、ちょっと目線チャレンジ、またゴッドマザー、はい、ラップね、はい、続いてはスノーホワイトは反対だな、あー、シンデレラ、シンデレラ、はい、シンデレラ、オーロラ、オーロラ、はい、オーロラ、はい、オーロラ、はい、ベル来たよ、ベルめっちゃ美人、ベル、はい、プーさん来たよ、はい、プーさん、プーさん、プーさん、はい、ルナルド、誕生日おめでとう、お、ルシュンド・ヒロとリンクしてるね、はい、ルナルド、どうだ、目線めっちゃいっぱいくれる、はい、クラリスとスクルージとマックスも、はい、バッチリですね、はい、クラリスです、はい、スクルージ、はい、マックス、はい、ヒロだ、ヒロヒロ、ヒロ高いよね、今更だけど、ほんと高い、この高さだもんな、すごいよね、やっぱね、おい、メリーだ、メリー、メリー、メリーも美人だね、はい、メリー、今日風なくていいね、おい、おい、ピーター来たよ、イケメンピーター、おー、ウィンジもこっち見てくれてる、おー、じゃあね、ピーター、バイバーイ、バイバーイ、はい、ドリーミー終わりました、久しぶりにドリーミー見れてよかったな、はい、じゃあ次行きます、はい、ジャンボリミッキーがね、次14時40分なんですよね、意外にすぐなんですよね、はい、じゃあすぐ行きます、意外とこれ、あれでパツパツだな、タイトルだな、スケジュールな、これトモローとかトゥーに見せたらこれ間に合わないよね、危ない危ない、今プラスで見ててよかった、はい、じゃあ次行きます、はい、チャイナボジャーも来てみました、ドリミ終わった直後ってことで結構混んでますね、めっちゃ並んでます、今だと冷やし麺ですよね、結構並んでる、はい、チャイナボジャーからの、はい、ジャンボリミッキーです、ジャンボリミッキー、おー結構並んでるぞ、やっぱドリミ終わってから慌てて来る人多いみたいで、すごい入場率ができてますね、はい、ちょっとじゃあとっとと入っちゃいますね、あと10分なんでね、はい、 B の 12-1、 はい、ここですね、おー、まあまあ見やすい、後ろの方だけどまあまあ見やすいです、はい、ジャモルビッキー終わりました、いやー、あのね、左の通路側だったので左のお立ち台がですね、めちゃめちゃ抜けよく綺麗に見れてよかったですね、やっぱこれはね、ちょっとシャドウリンズってね、前のゲストの間隔が狭いので、やっぱりなかなかね、ステージの中央って見にくいんですよね、だから何回か撮ってちょっと編集したいですね、いやー、ジャモルビッキーいいね、やっぱやみつきになるね、やっぱみんな可愛いし、やっぱね、キャラも可愛い、ダンサーも可愛いで、みんな可愛いのでいいですね、よし、じゃあ次行きます、はい、グレードワッフルカンパニーはですね、こちらプライオリティシーティングなくなって先着スタンバイかな、いわゆる、まあ、並べはいつでも必ず利用できる普通の通常運用に戻りました、よかったよかった、やっと通常戻りましたね、結構やっぱ並んでるね、やっぱもともと人気だもんね、あ、結構並んでます、で、ここね、テーブル少ないんですよね、あの店舗の中のテーブル取っ払って全部キューエリアにして、
ね、店舗の外にテーブルがあるんですけども全然足んなくてですね、そこにスタンドテーブル急遽臨時で出してますね。はい、やっぱ人気ありますよね、めっちゃ並んでます。はい、ワールバザール来ました。なんと囲みができてますね。コミケのレイヤーかみたいな、すごい大きな囲み、3人いますね、珍しい。ちょっといい、これすごいね、丸く作ってですね、順番にキャラがね、ゆっくりゆっくりこう歩きながらご挨拶してますね、珍しいですね。これでも反対側のゲスト、これ映り込んじゃうよね、この形だと、ね、大変珍しい形でグリやってますね。はい、グーフィーはここでピンでグリやってますね。はい、こちら抽選のエントグリ待ちですね。キャラがもうすぐ出てきそうな予感がします。出てくるかな、まだかな、出てくるかな、わかんないわかんない、出てくるのかな、わかんないけど、わからないな。はい、ミキミキどっちが出るみたいですね。おい、ミッキー来たよ、ミッキー来た、ミッキー来た、ミッキー来た、ミッキーだー、ミッキーありがとう、目線くれた。だいぶ落ち着いたね。なんかミッキー登場シーンとか昔はもっとね、なんか成田空港に到着したガイタレみたいにドバッとね待ち構えてたんだけども、ゲストがもう今全然でしたね。僕フラフラっと一人であんな感じでね、ミッキーもう優雅に歩いてましたよね。はい、だいぶパークの方も正常化してますね。はい、ワールドバザール来たらプーさん1個いました。いいよ、いますね。はい、ラビットだ、ウサギ、おい、ティガーもいたよ、ティガーね。プーさんいないな、ピグレットもいないぞ。そうそう、夏グッズそういう発売だ、スイスイサマーだっけな、ちょっと見ていこうか。遠方来たんで行ってみます。はい、行きました。スイスイサマーグッズディスプレイありますね。お、落ち着いてますね、ゆったりしてます。はい、縫い歯とですね、あと大きなこのアヒル隊長のぬいぐるみありますね。あとでゆっくり紹介しようか。とりあえず速報ですね、速報なんですけども、はい、靴を履いてないミッキーとミニ、大変珍しいですね。これ縫い歯だと指ないんだけど、あ、ちょっと描いてあるね。これね、イラストだと、ね、指がはっきりと描いてあるね、人間の指みたいなね、これ描いてあるので結構レアって面白いですよね。はい、そして夏なのにイースターグッズも売ってるというよくわからないことになってますね。まあイースター引っ張りすぎですよね。ん、何やら列ができてる、ビビティに列ができてる、なんだこれ、ハースウルティング、違うな、なんだこれ、シルエットスタジオでした。そっか、始まったってことね、シルエットスタジオ再開ってことだ。おお、だんだん日常に戻ってますね。はい、トルバトールタバン来ましたよ。こちらキャプテンフックスギャレンの横にあるソルトクリミア屋さんなんですけど、こちらやっと再開ですよ。この6月から再開なんですよね。いやー、2年近くずっとねクローズだったんで、やっと再開、おめでとうございます。それでこちら早速ですね、新発売メニューがありますね、スパイクタピオカドリンクのティーチャーのジャスミンティー、はい、こちらがちょっと新発売になったので、こちらもちょっと飲んでみたいと思います。はい、買ってきました、飲んでます。これね、ピーチジャスミンということで、ジャスミンってあんま成分を感じないね、実質もうピーチなんで、これもう桃のドリンクですね。それでね、タピオカが入ってて桃の味がするもんだから、なんかね、タピオカがなんかね桃みたいな感じなんですよね。このタピオカがね桃のフェイクになってますよ。ジャスミンあんま感じないね。でね、スパークリングってことで炭酸なんですけど、ほとんど炭酸感じないですね。あとね、量多いお腹タプタプですね。はい、なんでね、桃とかね、ネクターとかね、ああいうフルーツ系のコクのあるフルーツが好きでしたら美味しいと思います。これは僕ね、桃好きなのでいいですね、美味しいです。はい、プラザーパビリオンバンドサンドグリ来ました。このフィリップピンですよ、また男キャラプリンスピン、なかなか難しい。そして裏にルイがいる、ルイがパレードルートまで食い込もうとしてる。ルイ、お前出過ぎ出過ぎ、大丈夫、人間の世界に行っちゃうよルイ。そうそうそう、ルイジャングル戻らないとね、珍しいルイこの後寄るなんて。はい、プラザパビリオングリー来たら、なんとラップフリーがペアでグリやってました。おー、ラップフリーペアだ、ペアいいな、
ては大人気。いいなあ、めっちゃ美人。あ、撮りたい。はい、うさたまここで見ます。あと10分で始まる、楽しみです。はい、うさたま来ました。はい、来たよ。はい、うさたま見れました。よかったよかった、とか撮れましたらな、いいの撮れたと思う。じゃあ今ね、ショーベースのとこ来たんで、マウスビートこれから行きます。はい、マウスビート来ましたよ。このうさたまからマウスビートの橋も結構際どいね、ギリギリだ。見るとこちょっと遠いと間に合わないかもしれない。よかったかって間に合った、行ってきます。はい、愛の2の橋来ました。これどこかというとですね、皆さんこれいいですか、ドドーン、ほぼ土線のすげーとか当たりましたよ。こんなん絶対当たんないだろう、マジっすか。ちょっとめっちゃ、ちょっともうしっかりと、もうこれね、まばたき禁止で、これ楽しみますね、これすごい。はい、クライマースビート見終わりました。いや、よかった、めっちゃいいとこだった。もうほぼかぶりつきだよ、もうミッキーがずっと俺見てんだよ、もうミッキー俺見てる、みんなそう思ってる。なんて隣の席の方がね、視聴者さんで、終わった後にお声かけいただいてね、めっちゃいい席だったねって。僕の左の人が本当のスーパー土星だったんですけど、まあほぼ俺、みんな持ってる、あ、みんな俺を見てる、みんな私を見てる、すごい。もうね、ミニー撮りたかったんだけど、もうカメラ迷っちゃって、でもいや、ここはミッキーだと思ってね、今日はもうね、もうちょっとミキオタにちょっとね、もう悶絶してもらおうと思ってですね、もうあのやばいですよ、もうミキオタ死ぬよこれ。いや、すごい、ちょっとバッチリ撮ったので後でこれアップしますね。いや、めっちゃよかった、イケミッキーだ。前言ったんですけど、正直僕ね、これミッキーの新顔未だに慣れないんだって、かっこいいと思ったことないんだけど、このクラマースビートに関してはね、本当にかっこいいので、この新顔でも許せますね。めっちゃかっこよかった。旧顔だったらもっとかっこいいんだけど、まあまあそれを言っといて、まあでもね、このミッキーは本当かっこいいね。この鼻食いってやったりとかね、足上げも高く上げるしね、回転ピタッと速いしね、ピタッと止まるしね、よかった、もう死んだ、ちょっともう、あんないいところで、やっぱ土線だね、土線の前の方で見ると、この人、本当最高だね。なので、やっぱね、朝一だね、やっぱ朝一、やっぱなんとか始発で行ってね、こう朝速攻で早歩きで行ってね、なんとかこう、土線のね、アリーナのね、ベンチ、アリーナの席か、水色シートか、D ブロックの真ん中ですよね、やっぱ取った方がいいですね。めっちゃ良かった、本当良かった、もう即答した、死んだ、良かったです。はい、それでは次行きます。はい、今モンスターズインクの前行きました。あれがスターツアーですね。で、これプラズマレズダイナーで、モンスターズインクのかつてのファストパスの発見所なんですけど、で、トイステーション、スイートハートカフェ、なんとここにですね、なんか食材で囲われてて、プラズマレイズダイナーで食レポを取ろうと思ったらですね、ここになんか自販機がなんかどうやらできるっぽいんですよね。ギャラクシーウォーターって書いてある、銀河の水、ここに作るかと思って。ここは特に何もなかったんですよね、前。トモロー自販機だらけですよね。ベイマックスのところに自販機あって、スペースマウンテンの下にも自販機あって、これ3つ目ですね。はい、多分もうすぐできるんだろうな。結構な圧ですね、なんか結構空間取ってますよね。で、プラズマレイズダイナー空いてるのか、あー、じゃあ行けるんだ。ここは特に昔何もなかった、本当に花壇でしたんで、すごい強引に作ったな、これ。ここに自販機ね、なるほどね。はい、多分おそらく近日中にオープンすると思います。キリンかコカ・コーラが気になるよね。キリンだったら生茶が入るんで、どっちかな、キリンだといいな。はい、今日のインパーク以上になります。いかがでしたでしょうか。今日ね、10時インだったんですけども、めちゃめちゃ大充実でしたね。朝ですね、先着のね、ショーのやつ、ちょっとフォレストシアター間に合ってたら、おそらく今日見たいの全部回れましたね。だって今日パレード、ドリミーミレーター、ウサタマミレーター、
でジャムリミッキー当たった、マウスビートすげえとこで見れた、でミニーのグリムもすごいミニー可愛かった、あと食レポも今日2食ね、カレーとか冷やしうどん食べれたし、あと今この夏限定のこのドリンクですね、ドリンクも飲めたしで、はい、かなり大充実でしたね。グリなんてむしろお釣りが来るぐらいで、ウッドチャックとかですね、あとプラザパビリオンとかですね、あとミトミも行ってなかったんで、全然まだまだお釣りが来るぐらいで、もっとねガツガツ今から行ってもいいぐらいなんですけども、まあまあまあ今日はちょっとこのぐらいで しときました。腹8分目何事もね、はい、なのでフロストシアターはね最近見てないんですけども、また次来るときにですね、次の楽しみに撮ってきゃいいので、はい、また次って感じですよね。はい、あとはね本当に夏本格的になってきて、マスクではね今ニュースで騒がれてますよね。運動会とか体育の時間とか子供の日とか熱中症恐れがあるから、むしろ表ではマスク外すようにっていう風になんか反命令系になって、急になんか潮目が変わって風向き変わって、突然なんかねマスクは体に悪いみたいな感じになんかね言われてますよね。極端というか、みんな言ったことをやっぱりね言うことを素直に従うというか、考えずにやっぱ動いてるからだと思うんだよね。自己判断でいいと思うんだけども、パークの場合マスクはですねやっぱり厳しいです。前も言いましたけど、遊園地協会の方が決めてるので、ディズニーリゾートだけの判断ではできない。で、遊園地協会はマスクなしで任意でいいですよってやっぱ言えないんですよね。なんでかっていうと、いまだにやっぱり慎重派の意見が強いからです。人が死んでるんだぞ、危ないだろう、感染したら責任取れるのか、こういうふうにクレームが来てしまうので、だからマスクしましょう、何事も慎重慎重なんですよね。だからマスク2位でいいですよなんていう風に、やっぱり遊園地協会は多分これ出さないと思うんですよね。結局遊園地って娯楽でしょ。だから飲食住には必要のないねものなので、仕事とか勉強とかも必要ない娯楽なので、不要不急のねいらないものだからっていう風に言われてしまうので、だからマスクとかすごい慎重で言われないようにしてるんですよね。クレーム来ないように、言われないようにするためにマスクしましょうって我々は言ってますっていう風にアピールしないといけないからなんですよね。なんですけど、そうするとこれいつまでたっても終わらないので、もうマスクは任意でっていう風に、アメリカはマスク任意なんで、アメリカみたいにですねちょっとあの政府とか国からも言われてるので、規約見直してマスクは任意としますっていう風に、遊園地協会全体がそういう風にやらないとダメなんですよね。だからディズニーリゾート単独ではできない、ディズニーリゾートが遊園地協会から脱退するしかないので、当然そんなのできないじゃないですか。だからやっぱり遊園地協会の方でマスクは任意でっていう風にね、この決めてほしい、勇気を持ってこれ判断してほしい、そういう風にね規約変えてほしいと思ってます。はい、とかとか思いました。自分の頭で考えたらはね、規約なんてものは本当いらないんですよね。みんなが思い思い自分で考えて自分の中で感染対策すればいいだけなんで、はい、とかとか思いました。すいません、最後は熱く語ってしまいました。はい、またねインパクトレポートまたやりますんで、また見てください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。